二人さん、待たせたね。状況は最悪。敵は天下に一番近い男の一人、徳川家康。で、これがこの城の息子、真田幸村。未来の天下人と戦おうって肝の据わった男さ。父へようこそ。激しき戦、望むところよ。私は戦が大嫌いだ。だが、戦は戦わねばならぬ。面白なやつだ。これが直江兼続。この絶望的な戦に上杉から好き好んで援軍に来た面白な御仁さ。お二人は？俺は西鎌五一。困ってるやつと女性の味方だ。こっちのは訳ありで身分は明かせないが、政宗って呼んでくれ。こんな戦に来るとは。バカだが臆病者ではないらしいな。バカではないわバカめ。俺は戦に前田刑事。あんたらにバカさじゃ負けてねえ。さーて、クサクサした気分をぶっ飛ばすにはうってつけの無謀な戦、バカども5人でひっくり返そうか。